どうも皆さんこんばんは、ポカリエ田中アンダソン。本日は柴又女子大生放火殺人事件について触れていきたいと思います。あなたは三大コールドケースと呼ばれる事件をご存知ですか？いずれも警視庁が解決のため犯人を追い続けている事件のことで、世田谷一家殺害事件、八王子スーパー南平事件、柴又女子大生放火殺人事件の3つである。また元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川太平は、これらの事件は警視庁刑事部捜査第一課の特命捜査対策室に40名の捜査員を配置して捜査が続けられていますと語ります。まず世田谷一家殺害事件とは、2000年12月の30日、東京都世田谷区の閑静な一軒家で外資系企業の会社員宅で幼い子供を含む一家4人が惨殺された事件です。この事件は犯行後に現場に長時間とどまる、アイスを食べる、パソコンを操作するといった犯人の異常行動から注目されることの多い事件で、現場にはクラッシャーハットやマフラー、さらに A 型の血痕と多くの証拠が残るも、未だに犯人が逮捕されていません。あまりにも残虐であり、多くの人が胸を痛めた事件ですが、当時は目を覆いたくなるような残虐な殺害方法が話題となりました。次に八王子スーパー南平事件です。この事件は1995年7月の30日、東京都八王子市のスーパーマーケットで起きた殺人事件で、女子高生2人を含む従業員の女性3人が何者かに射殺された事件です。スーパーが閉店後に事件は発生しており、事務所に乗り込んできた犯人が銃を発砲して事務所内にいた3人の従業員を射殺しています。また殺害された被害者のうち2人は当時17歳と16歳の女子高生で、至近距離から銃撃されています。その後犯人は何も取らずに逃亡しており、情報提供1200件、捜査対象者1万人以上に及びながら、2020年現在も未解決のまま犯人逮捕へと至っていません。この事件は一般市民の女性3人が銃犯罪に巻き込まれてしまった悲しい事件で、捜査特別保証金対象事件の中で捜査機関が犯人を特定していない事件としては最も発生時期が古い事件です。また日本の警察は暴力団やテロリストの専売特許だった銃器が東京郊外の小さなスーパーで働く普通の市民に向けられ、容赦なく殺害した本事件を日本における銃犯罪のターニングポイントと位置づけている。そして最後に柴又女子大生放火殺人事件です。この事件は1996年9月の9日、東京都葛飾区柴又3丁目の民家より火災が発生、焼け跡から上智大学4年生の女子大生の遺体が発見された。また被害者の女子大生は2日後に海外留学を控えており、遺体は口と両手を粘着テープで、両足をパンティストッキングで縛られ、首を鋭利な刃物で刺されていたことから警察は殺人事件と断定。しかし2020年現在も犯人逮捕には至っていない。コールドケースとは、欧米において長期間にわたり完全には解決していない犯罪、いわゆる未解決事件や迷宮入り事件のことを指し、現時点で犯罪捜査の対象にはなっていないものの、新たな証言や証拠の掘り起こし、新たな物的証拠または犯人による動きなどによって再び動きが出る可能性のある犯罪捜査案件を意味します。そして警視庁では2007年に捜査特別保証金制度を導入し、未解決事件の情報提供の増加に力を入れており、2009年の11月には未解決の殺人事件などを専門に扱う特別捜査チーム、警視庁特命捜査対策室を作り、過去の捜査を再検証し、 DNA 型鑑定など科学捜査で被疑者逮捕を目指しています。柴又女子大生放火殺人事件。まず小林さん一家は両親と娘2人の計4人家族で、小林純子さんは上智大学の外国語学部英語学科の4年生でした。そして純子さんは学校での成績は優秀、明るい性格で友人も多く、多くの人に慕われていたようで、9月からアメリカのシアトル大学に留学する矢先にこの不幸が起きた。また事件当日、父親は福島に出張中で、長女も病院に勤務中だったそうです。そして1996年9月の9日、事件発生日は朝から雨が降っており、昼過ぎから強く降り出し始め、15時過ぎにはさらに激しくなっていた。そして午後3時50分頃、母親が美容院のパートに出かける際、行ってきますと純子さんに声をかけた。それに対して純子さんは、雨が降っているけど自転車で行くよと心配して問いかけたそうです。そしてこれが親子の最後の会話となった。その後母親は家に娘がいるので玄関のドアに鍵をかけないまま美容院のパートに出勤した。午後4時半頃、東京都葛飾区柴又3丁目の住民から、隣家が火事ですという通報があった。燃えていたのはモルタル2階建ての一戸建て住宅で、会社員小林健二さん宅でした。火は午後6時頃に消し止められたが、小林さん宅は全焼、両隣の家の壁も焼いたそうです。そして鎮火後に消防団
んが現場調査に入ったところ、2階の6畳間から小林さんの次女純子さん当時21歳の遺体が発見された。純子さんが殺害されていた6畳間は2階の3部屋の中で一番道路側にあり、両親が寝室に使っていた部屋だったそうです。そして遺体はシャツに短パン姿で横向きに寝かされ、上半身には布団が巻きつけられていた。さらに口と両手には粘着テープが巻かれ、足はストッキングで縛られていたが暴行はされていなかった。また顔や右首など計6箇所に刃物による刺し傷もあり、警察は殺人放火事件と断定し捜査を開始した。司法解剖によると、純子さんの死因は首を刺されたことによる失血死で、肺からすすなどが検出されなかったため、殺害後証拠隠滅目的で放火されたものだと分かったそうです。なお現場から凶器の刃物は見つかっていない。そして純子さんを縛っていた粘着テープは純子さんが留学の荷造りのために使っていたものと思われたが、すでにアメリカに送っていた荷物を調べたところ、別の種類のものであることが分かったそうです。しかし購入ルートなどを探ることはできなかったそうです。また小林さん宅の火事を発見した近隣住民によって119番通報が入れられたのは4時39分頃ですので、純子さんはわずか50分ほどの間に殺害され、自宅に火をつけられたということになります。ちなみに近隣住民が4時15分頃に小林家の前を通ったが、その時はまだ火の気はなかったと証言しています。火元は1階の和室の押し入れと別の部屋に置いてあったパソコンで、玄関付近には放火に使ったものらしきマッチ箱が残されており、その箱の内側には被害者や家族のものとは全く異なる DNA 型の血痕が残されていた。そして犯人は男性で、犯行当時何らかの怪我を負い出血しており、血液型は A 型。おそらく犯人は犯行時に純子さんの抵抗に遭い、身体のどこかを負傷したものだと思われる。しかし残念ながら警視庁のデータベースで保管されている58万件に一致する DNA 型はなかったそうです。時系列をまとめます。15時50分、純子さんがトイレに行くために自室から1階に降りてきた。そして仕事に出かける準備をしている母親に、こんなに雨が降っていても自転車で出かけるの？と問いかけ、これが親子の最後の会話となった。15時50分、母親が美容院のパートに出勤。この時玄関に鍵はかけなかった。16時15分、近所の通行人によると火は出ていなかった。16時35分、出火。16時39分、隣家から119番通報。18時、内部が全焼。ようやく火が消し止められ、消防隊員が2階で純子さんを発見。直ちに病院に搬送されたが死亡が確認された。事件から10年経った2006年の9月、両足の縛り方が唐揚げ結びという特殊な方法だったことや、現場に残されたマッチ箱の残留物から家族以外の DNA が発見されたことが公開された。事件から18年経った2014年の9月、遺体にかけられていた布団に付着していた血液から犯人と思われる DNA 型が検出され、1階で発見されたマッチ箱に付着した DNA 型とも一致したことが報道された。そして2020年現在、残念ながら犯人逮捕には至っていない。また本来2011年に時効が成立するはずだったが、改正刑事訴訟法施行でこの事件も公訴時効が廃止となり、現在も捜査が続けられています。血液型は A 型。2階にある仏壇の近くにあったマッチ箱が1階の玄関付近に落ちていたが、そこから A 型の血液が採取されている。ちなみに被害者も含め家族に A 型の人間はいないそうで、マッチ箱は犯人が火をつける際使用したと推測されています。次に家からなくなった旧1万円札、父親が1階今の戸棚の引き出しに1枚だけ旧1万円札を保管していた。しかし現場検証では戸棚の引き出しに物色された跡があり、その紙幣だけが見つからなかったそうです。ここからは犯人像についてまとめていきます。事件当日、柴又3丁目付近では集団ストーカーとの関連性を匂わせるような不特定多数の不審人物らが地域住民によって目撃されていた。亀有署捜査本部が発表した犯人情報によると、容疑者は年齢は30代後半で、身長は160センチ程度のひ弱なサラリーマン風の男だったそうです。そしてこの男の服装は黄土色のレインコートに黒っぽいズボン姿で、事件発生のわずか45分前、雨が降る中傘もささずに小林家の前に突っ立ち、表札をじっと見つめていたそうです。またこの男と同一人物かどうかは不明ですが、午後4時半頃には手に白い手袋をつけた20代から30代ぐらいの男が小林さん宅近くから柴又駅方面に向かって走り去っていく姿も地域住民によって目撃されていた。この男は雨が降っていたにもかかわらず傘も刺さずにびしょ濡れ状態で、蒸し暑い時期なのに手袋をつけているのも不自然で目立っていたそうです。さらに午後4時頃には黒い傘を差してショルダーバッグを持った怪しい中年の男が小林さん宅近くで用もなく突っ立っている姿を目撃されており、特徴の似た男がその日の朝京成高砂駅近くで通りすがりの主婦に柴又3丁目の行き方について尋ねていたそうです。またその人物とは別の50代から60代ぐらいの不審な男が事件発生時に小林さん宅前にいたという目撃情報や、事件発生の数日前に20代後半ぐらいの男が手にライターを持って現場付近をうろついている不審な姿も目撃されていた。この男は大声で叫んだり軍歌を歌ったりした後、自
転車に乗って走り去っていった。さらに事件3日前の正午には40歳ぐらいの男が小林家周辺の近隣住民宅を訪ねて回り、そのうちの何軒かに強引に入り込もうとして追い出されるなどといった不審者騒動も起きていた。ちなみにその男も手にライターを持ってカチャカチャいじっていたそうです。このように本事件では特徴も年齢層も異なる複数の不審な男たちが多数目撃されており、集団ストーカーの嫌がらせ手口とよく似た奇怪な行動をしていたものが多いです。実は被害者の純子さんは事件発生の10日ほど前からストーカー被害に悩まされており、9月の11日からアメリカに留学する予定を控えていた純子さんは、大学の友人やアルバイトの仲間らが開いてくれた送別会にたびたび参加する機会が増えていたそうです。そして純子さんが送別会に招かれて帰宅が深夜遅い時間帯になっていた時、家族がなかなか帰ってこない純子さんを心配していると、午前0時頃に彼女から電話がかかってきた。純子さんは怯えた様子で、変な男が後ろからつけてきて、道を曲がっても次にまた曲がってもついてきた、だから怖くて駅まで戻ったと訴えた。この電話は最寄り駅の京成電鉄柴又駅の公衆電話からかけたもので、母親は心配してすぐに自転車で純子さんを迎えに行った。その後無事に駅で落ち合い、自転車に2人乗りして帰路へ着いた。その間不審な男の姿はなく、変な人はいなかったねと2人で話したそうです。それから9月に入ったある日、純子さんは歯医者に行った帰りに、もし私の身に何かあっても歯の治療痕でわかるねと家族に話すなど、命の危険を感じている様子もあったそうです。また純子さんが当時サマーティーチングプログラムという夏休みに地方の中学生などに英語を教えるサークルに所属していたことがマスコミの取材で明らかとなっている。一部の大学サークルはカルト宗教団体の青年部などが勧誘活動の隠れ蓑にしているケースが多いです。これは多くの新興宗教団体が使う手口であり、これなどもボランティアやヨガといった看板を掲げたサークルを各大学に作り、新規信者を集めてきた。なので純子さん自身にはそういう意識はなかったかもしれないが、知らず知らずのうちにカルト宗教団体に目をつけられ、集団ストーカー被害に遭っていたのではないかとの声も上がってきています。また日本の警察が捜査用語として公式にストーカーという文言を使ったのはこの事件が史上初で、犯人は現在もまだ捕まっておらず、この事件は迷宮化している。また警察が大学など純子さんの交友関係を徹底的に洗ったにもかかわらず、犯人特定に至らなかった原因は事件の背後に強い権力を持ったカルト宗教団体が潜んでいたからではないのかとの声も上がってきています。次に超能力捜査。2005年、テレビ番組の超能力捜査で海外から霊能者を呼んできて、霊視で犯人を特定しようと試みた。そして霊能者が霊視した結果、昼も夜も関係なく男がずっと見ている。事件当日は雨が降っていて寒い日、黒い長袖のシャツ、濃色のズボン、黒い布製の靴を身につけている。カバンからテープを取り出して手足を拘束してずっと話しかけている。ライダーのカチカチする音が聞こえる。火を放ったのは今というような霊視内容でした。ところがその後、近所の女性の証言からベージュのコートを羽織り、顔は釣り目で短髪の黒髪で痩せ型の男のイラストを警察が公開。さらに犯人らしき男を目撃した近所の女性は、犯行時間の直前、雨の中傘もささずに純子さんの自宅の表札をじっと見つめていたことを証言した。またその男は電柱の陰に隠れるように立っていたということでしたが、霊能者が霊視したのはベージュのコートではなく黒い長袖のシャツの男でした。さらにテープを取り出して手足を拘束したと霊視していましたが、純子さんの足はパンティーストッキングで拘束されています。さらに犯人はライターを使って火をつけたと言っていましたが、実際はマッチを使用しています。唯一、昼も夜も関係なく男がずっと見ているというのが、傘もささずに純子さんの自宅を電柱の陰に隠れながら見ていたことと合致。ただこれと似たようなことが事件後に公開されているので、霊能者は情報が得られたはずです。また霊視後に公表された男のイラストに関しては、霊能者には知り得ない情報だったため全く当たっていなかったのです。ここからは考察についてまとめていきます。まず顔見知りの犯行。出張中の父親のスリッパが2階に揃えて置かれており、玄関にあったスリッパが2階に揃えて置かれている自然な理由は、顔見知りの犯行に思わせるため犯人が置いた、もしくは顔見知りが履いて2階に上がった。そしてこの場合前者は考えられない。というのも崩壊して手がかりを全部燃やしたのに、燃えるスリッパを偽の手がかりに使うとは考えられない。結果的には家が全焼してもスリッパは見つかっていますが、燃え残って偽の手がかりになるだろうと思って置いたりはしないだろうとの声が上がっています。具体的な犯行内容については、犯人は純子さんの知り合いで、純子さんがアメリカに留学することを聞いた犯人は急いでナイフと手足を拘束するための粘着テープを用意した。そして事件当日、朝から雨が降ったり止んだりのはっきりしない天気だったが、純子さんの両親や姉がいないことを把握した犯人はチャイムを鳴らす。その後純子さんに父親のスリッパを勧められて履き、2人で2階に行き、部屋に入る前に犯人はスリッパを脱いで揃える。そして殺害後、バイトで覚えた唐揚げ結びを使ってストッキングで足首を縛ったというものです。しかし純子さんの父親はこ
このスリッパについて。私しか使わないスリッパでした。それも1階でしか使わなかった。なぜそれが2階に、それも揃えて置かれていたのかと証言しています。次にストーカー説と強盗説。まず不審な点について。事件当日、母親は鍵をかけないで家を出たが、火災後玄関の鍵はかけられていた。しかしドアノブからは指紋は検出されなかった。次に純子さんの倒れていた2階の6畳間には預金通帳があり、隣の純子さんの部屋の現金14万円などは手をつけられていなかった。そしてスリッパが純子さんの倒れていた部屋の前に揃えて置かれていたこと、それは普段1階でしか履かないものであり、犯人がそこまで履いていった可能性がある。以上のことから当初は物取りではなく怨恨であるという可能性が高いと見られた。しかしながら純子さんの評判はすこぶるよく、学校内での友人関係、アルバイト先、留学センターなどでも彼女が恨みを買うようなことはなかった。その逆を考えて純子さんに対し一方的に好意を抱いていたストーカー説というものもあります。犯人は母親がパートに出かけた直後に家に侵入しており、ずっと家を見張っていた可能性が高いです。先ほどもお話ししましたが、事件発生約10日前の1996年8月末午前0時頃、送別会からの帰宅途中、男に後をつけられたため駅まで戻っています。また強盗説では犯人は母親が鍵をかけずに出かけたのを偶然見て家に入ったが、室内で純子さんに遭遇したため殺害、その後母親が戻ってくるかもしれないと思って何も取らずに出て行ったというのが一番考えやすいです。そしてこの事件の最大の謎は犯行時間と犯行のタイミングです。元公安の捜査官は、夕方4時というのは実は空き巣が多い時間帯だ。買い物に行く数分の間を狙い、少額でも盗んでさっさと次の家を狙う、こうした手口に巻き込まれた可能性は否定できない。たまたま純子さんが家にいて両親の部屋に逃げ込んだというのは理解できるし、物取り程度の犯人だからこそ顔を見られて逆上し、必要以上に残忍な方法で殺害した可能性もある。だがその後の放火は疑問が残る。逆上したゆえに放火の罪の重さも考えず、素人レベルの犯人が勢い余ってというケースも考えられなくはない。3時50分に母親がパートに出ている、その40分後には放火されている。家に入って彼女を見つけ、殺害が先か縛ったのが先か不明だが、殺害後すぐに逃げ出し火をつけないと時間的に間に合わない。物取りは時間との勝負だから早いという点では合致するが、殺害方法も必要で逃げられないよう巣巻きにして、寝室前にあったスリッパは足跡を残さないようにしたのだろう。過去の経験上、この手の物取り程度の犯行でここまでした人間は外国人以外聞いたことがない。しかしいろいろな目撃証言が出ているが、外国人の目撃証言はいない。母親が出かけるのを見届けて犯行に及んだことは間違いない。もしくは以前に何度か家を訪れていた可能性も残る。どちらにせよ計画的にやらないと難しい。地元とすれば顔見知りであれ、演出者のような人間であれ、現場で全部調べているだろうと語った。確かに現場は住民のつながりが想像以上に強い下町である。さらに純子さんの母親がバレーボールチームに所属していたように、近隣同士お互いの家の事情、特に子供が留学するとなれば、その日程を地元住民が雑談などから知っていた可能性はかなり高いと推測できます。またゼミやサークルなど大学の友人たち、中学校、女子校時代の友人、夏休みに英語を教えた中学校の関係者、アルバイト先の上司、近所の知り合い、新聞配達員、家庭教師先の家族、父親の仕事関係、母親のサークル仲間、そして姉の関係などに捜査の範囲は及んだが、成果は得られなかった。警察は犯人がアリバイ作りや時間稼ぎのために何らかの方法で出火を遅らせた可能性も想定し、時限式発火装置の実験まで試みたが、これといった確証は得られなかった。ちなみに延べ1000人以上が事情聴取を受けたそうです。となれば犯人が何らかの権力などの庇護のもとに逮捕を逃れた可能性はないのかとの声が上がってきます。これに対して元公安の捜査官は、まあ人権に関わるとか外交とかだが、そうした話はこの事件に関して聞いていない。政治家を利用するのもあるにはあるが、平沢氏の地元じゃ無理だろうと語った。葛飾区といえば警察官僚出身の自民党議員平沢勝栄の選挙地盤である。だとすれば地元で未解決事件が起きることは平沢氏にとって名誉なことではないし、警察官僚出身であればなおさらである。次に千葉女子学生殺害事件の犯人。一説によると千葉女子学生殺害事件で無期懲役が確定した立山辰美が事件の犯人ではないことも言われています。というのもストッキングで縛り金を奪って火を放つという手口が似ている点と、他にも強盗事件を起こしているが被害者は若い女性が多い点、そして柴又で目撃されたひ弱なサラリーマン風に対し立山も細身、しかも成田に住んでいて京成線で柴又とつながってくる。ただしこれはあくまで一部で囁かれている憶測に過ぎません。そして数多くの目撃情報や不審者情報が上がっているが犯人逮捕に結びついていない。事件の内容から言っても警察が軽視する事件ではない。ではなぜ19年が過ぎた今でも犯人逮捕に至らないのか。当時現場捜査に携わった捜査関係者はこう証言した。やれることは全部やった。
周辺の聞き込みから不審者情報があればその都度調べ、純子さん自身の交友関係はもちろんのこと、純子さんの両親の交友関係、事件当時家に出入りしていた人物などそれら全てを調べた。このような質問に対してはどれも決め手にかけた。相当数上がった容疑者らしき人物も徹底的に調べ、数人まで絞り込んだ時期もあった。だがどれも決め手にかけたと語った。また2010年4月に行われた刑事訴訟法の改正で凶悪事件の時効が撤廃されたことは周知の通りである。そしてこの時効撤廃の背景には様々な思惑が見え隠れしているのも事実である。というのも時効が撤廃されれば警察は捜査名目で犯人が逮捕されない限り半永久的に捜査費用を計上できる。本事件にもそのような警察の思惑が反映されており解決されないのではないかとの問いに対してはこの事件に関してはそっちの線はないな。警視庁の管轄といえどどの署も予算は欲しいだろう。だが警視庁のプライド、さっきも言ったが地元議員が警察上がりの平沢氏じゃ逮捕できない方が予算を計上できることよりも警察にとってはマイナスだと語った。これまでに動員された捜査官は延べ8万人。また2010年に殺人事件の時効が撤廃された後も捜査は続いており、警視庁は事件の有力情報に800万円の懸賞金をかけて犯人の行方を追っている。ここからは事件のその後についてまとめていきます。まず犯行現場となった純子さんの自宅は全焼したが、事件を風化させたくないという家族の思いから事件後1年以上焼けた状態のまま残され、平成9年の1997年の12月にようやく取り壊された。また跡地は遺族から東京消防庁金町消防署に無償提供され、現在そこは地元消防団の格納庫となり純子地蔵が建立されている。そして純子さんの父親は取材に対し次のように語っていた。誰かが犯行を犯し今もこの地球上で同じ空気を吸っている。そう思うとちょっと人間不信に陥ってしまいます。できることなら私が娘の身代わりになりたかったと今でも思うことがあるんです。このインタビューが行われたのは事件から3年後の平成11年の夏で、父親は膠着した捜査状況を憂い次のように心境を明かしていた。事件直後はマスコミへの接触も禁じられ、お断りするのが精一杯だったが、今回は前向きに対応します。なぜなら3年経ってこういう状況になった今、事件が風化してしまうことが遺族にとっては一番辛いんですとお答えした。そして73歳となった被害者の父親は次のように語り、情報提供を呼びかけた。事件解決が今日か明日かと期待して暮らしている。どんな些細な情報でもいいので勇気を持って提供してほしいと。この事件も世田谷の事件と同じく犯人の DNA や犯行に使ったロープなど犯人に結びつく証拠が押収されている。また最近では過去に迷宮入りした事件が DNA 鑑定により解決したケースも少なくないことから、犯人逮捕につながることを願わずにはいられない。そしてたった21年間の人生、彼女が生きてきた人生とはこんなにもあっけないものだったのか。この地から世界に羽ばたこうとしていた一人の若者の命と希望を無残にも奪っていった犯人を絶対に許すことはできませんと純子さんの父親は語った。どんな些細なことでも結構です。情報提供にご協力お願いします。以上、ご視聴ありがとうございました。カーテンの後ろに何か隠れているのか覗いたりしない。見えなければ安心だし物事も分かりやすい。もし我々がカーテンを開けて、おっと時間がやってきました、それではまたお会いしましょう。皆さんいろいろ大変だと思いますが、ここが頑張りどころです。みんなで力を合わせて乗り切りましょう。おやすみ。